石垣作。花さんの太平洋戦争水と光莉漢の団子より塩味の安倍川餅花奈さんは太極拳のある火曜日と金曜日は忙しい日になりました朝五時半に起きて鶏小屋をのき餌をあげて卵を集めます それから、トロ遺跡公園でラジオ体操です。ラジオ体操が終わると、家に帰って、栄一さんと朝ごはんです。栄一さんは働き者です。かなさんと一緒に起きて、朝飯前に田畑で一仕事済ませてきます。朝ごはんの支度といっても、昔と違って楽なものです。かなさんが体操から帰ってくる頃には、 炊飯器にほかほかのご飯が炊けています。味噌汁を作って季節の魚の干物を焼いているところに栄一さんが帰ってきます。そこでぬか味噌からきゅうり、なす、みょうがの漬物を切りさえすれば言うことなしです。かなさんは栄一さんが納豆に醤油を入れてかき混ぜるのをうらやましそうに見ます。 かなさんは体を壊してから塩分控えめです。納豆の醤油だってほんのり香りづけぐらい。朝ごはんの後片づけをしながら、栄一さんが畑から取ってきた野菜を三つの山に分けます。自分たち二人の分はほんの少し取り分けます。もうすぐ、長男の久さ,さん、長女の綾子さん、 次女のよしこさんのうちから本人か孫たちの誰かが取りに来ます。その間に洗濯物を干して、火曜日と金曜日は10時からまたろいせき公園で対極拳を教わるのです。今週から昼ごはんを食べた後、対極拳のある日は児童館に行って戦争体験の話を子供たちと一緒に聞くことにしたのです。 まあ、忙しい、忙しい。と、カナさんが昼ごはんを食べながらぼやくと、栄一さんは笑います。うちの母ちゃんは自分で目いっぱい忙しくしているんだ。そんなこと言ったって、私は上海に行っていたから、静岡の空襲のこと知らないから、聞き逃せないのよ。まあ、体もだんだん良くなってきたし、 何かに興味を持っていればボケなくていいじゃろ。カナさんはちょっと不満です。でも、父牛がいたらとても出歩いてなんかいられません。じゃあ、児童館に行ってきます。カナさんは白い日傘をさして出かけました。児童館の戦争体験を聞く会はいつも十人ぐらいの集まりです。 かなさんのように他の人の話を聞きたい大人が四五人でした。子供たちはプールだ、海の学校、山の学校と結構忙しいらしく、やはり四五人です。児童館の由美さんは他の行事が入っていない時は聞きに来ますが、いつも他の行事とぶつかって出てきません。今日はトロイ石公園のそばの トロジャのおせきさんが来ていました。おせきさんは石田に嫁いできてずっと農業をやってきたのですご主人の五平さんが兵隊に行った後3人の子供を育て上げ長男のたけしさんが農業を継ぐと公園のそばで茶店を始めたのです安倍川餅と静岡の美味しいお茶が名物となって 今は観光バスも泊まれる駐車場のある大きな茶店になりました次男の三つぐさん夫婦が店を継いでおせきさんは今は楽しんで店に出ているのです「かなさん随分元気になってようございました栄一さんもお達者でおかげさまで地中酒を飼うのをやめてから父ちゃんは田んぼと畑が生きがいで」 まあ土日は息子も娘の旦那たちも孫まで手伝ってくれるんで私はのんきにさせてもらってそりゃあそうよかなさんも私も大層苦労したんだから少しは楽をさせてもらってもチは当たりませんよそうよねところでお関さんは戦争中も静岡にいたんでしょ 自動車で戦争の話を聞かせてくれるというので来たんですよ。でも今日は私が話をすることになっちゃって」とおせきさんは子供たちの方を見ます。おせきさんの孫のよしえさんと新次君がかなさんに頭を下げます。なにしろ孫たちの立っての願いとあってはあとに引けなくて。 お関さんはそのまま戦争の話に入りました。私が静岡のお鹿から石田の五島家に嫁に来た時は昭和15年でまだのどかなところでした。お父ちゃんが兵隊に取られた時は昭和19年の春でたけしとつぐの小さいのがいるほかおなかには娘のみつ子がいたので。 世の中真っ暗になりました。でもお父ちゃんの父母が元気だったので田畑も手放さずに農業を続けてこれたのです。石田に住友の工場が来た時もうちは一旦ほど取られただけで済んだので農業を続けることができたのです。昭和20年に入って静岡にも空襲が来るようになったので うちでも防空壕を掘って備えておりました。4月4日、お鹿に焼夷弾が落ちて、私の実家は焼けなかったのですが、親類の家が2軒焼けて、二人も死人が出たと知らせが入ったのです。私は大八車に小麦粉の袋やさつまいもの俵を積んで、三つ子を背負い、たけしと三つ子を大八車に乗せて、 実家のある押し替え里帰りしたのです。えらい難儀してやっと押し返えついたら、全焼し,した分家のおじがぼーっと焼け跡を見ていました。おーおせきか。見舞いに来てくれたんか。見てくれ。何もかも焼けて亡くなってしまった。ばあちゃんが防空壕に逃げたのがあだになって、 焼き殺されてしまったんじゃ。おばもまだくすぶっている焼け跡から何か使えるものが残っているかと万能で掘り起こしていました。その世は焼け残った実家で丘の家と言っていたもう一軒の親類のおばあさんと二人の通夜を寂しくやりました。駆けつけたお坊さんの家も半焼したと言っていたのを覚えています。 石田の後藤のおじいちゃんおばあちゃんには断りを入れて、二軒の新類の家の後片付けと、古材を集めて仮の家を建てるまで、10日ほど手伝いをしていました。その10日ほどの間に、12日の日に、おかに今度は爆弾が落とされたのです。お鹿には三菱の軍需工場があったので、 それを狙っての爆弾の投下でした。その時の怖さといったら今でも夢に見るほどです。照明弾でピンク色に染まった空から悪魔のような B29 が何機も飛んできて、ひゅるひゅる風を切って落ちる音に続いてドシーンという音。本当に生きた心地がしませんでした。お席。 お前たちがお鹿にいて、もしものことがあったら、後藤の家に顔向けができないから、こっちのことは私らに任せて、お前は明日帰りなさい。父と母に繰り返し言われて、またみつ子を背負い、武しと三つ子を大八車に乗せて、石田まで帰ってきたのです。それから10日ほど過ぎた24日に、 石田に爆弾が落とされたのです。私は子供たち三人とおばあちゃんと防空壕に逃げました。わしはこの家を守らにはならん。女子供は安全な防空壕に逃げろ。わしはここで頑張る。と、おじいさんは逃げようとしません。私は子供たち三人とおばあちゃんを防空壕に入れると、すぐ引き返しました。 おじいちゃん命あってのことですこらえて防空壕に来てください私お鹿ですぐそばに爆弾が落とされたのを見たんですおじいちゃんがちょっとひるんだ隙に精いっぱい手を引きました思ったよりおじいさんはかるかったので強引に防空壕に引っ張り込んだのです住友工場の方に爆弾が落ちて あの嫌なヒュルヒュル風を切る音ずしーんと腹に響く音が聞こえてきましたおじいちゃんと二人転がり込むように防空壕へ飛び込んだ時近くに爆弾の落ちる音がしてそのまま私は気が遠くなってしまいました気がついた時は朝でしたみそ汁のにおいで目が覚めたのです お咳大丈夫かいまずはごはんにしようよおばあちゃんはむしろの上におむすびをのせたお盆を置いていました三人の子供は無心に頬張っていましたおじいちゃんはおせき、お前が連れてきたからおじいちゃんの命が助かったんだよ見てごらん ばくだんでやられてはんぶんなくなってしまったよでもお父ちゃんがしゅっせいしているあいだみんないのちがあればいいのだよいえなんかはいのちがあればまたなおせるさおばあちゃんはさばさばした言いいかたでしたおもやがはんぶんなくなったそうだよそれですんだんだよ お昼はね、とっておきのもち米で阿部川餅を作るから楽しみにしてなさいこんなおばあちゃんを見たことありませんでした私は防空壕におじいちゃんを連れ込んだ時腰を打ったのかその日は動けませんでしたとっておきの小豆と砂糖がないので塩味の阿部川餅でしたが今でも忘れることができません いつかおばあちゃんの安倍川餅をみなさんに食べてもらうようにしようと決心し,したのです戦争に負けましたがお父ちゃんも2年後に復員してきました五体無事とは言えませんでした右足を破傷風で切断されて帰ってきたのですでも帰ってきてくれて幸せでした たけしが一人前になって農業を継いでくれるまで必死で一家心を揃えて働いてきましたトロイ石公園ができた時そばの街道筋の畑を潰しておばあちゃんの安倍川餅を売る茶店を開くことにしたのです小さな茶店に縁台を並べておいしい静岡茶で一休みしていただこうという私の考えに お父ちゃんも協力してくれることになったのです。これからはアメリカみたいに車の時代が来る。駐車場も作らなきゃ。やはり男の人は先見性というものを備えているのですね。お父ちゃんの言う通りでした。安倍川持ちは甘くなければいけません。でも私は、 四月十四日の日には、おばあちゃんの作ってくれた、あんこも塩味、きなこも塩味のあべかおもちを作って、おじいちゃん、おばあちゃんの仏壇に備えます。今日は、子供さんたちにはいつも店で売っている甘いあべかおもちを、大人の皆さんには塩味のあべかおもちを持ってきました。どうぞ、あがってください。 おせきさんは話を終えると、あべかわもちを配りました。おせきおばさん、僕、塩味のも食べてみたい。私も、塩味のあべかわもちにして。子供たちがみんなそう言ったので、大人たちと子供たちは、半分ずつ食べることにしました。かなさんも、甘いのと塩味のと、少しだけいただきます。 おせきさんどっちもおいしいよまあかなさんでもまだあの空襲のあった次の日のおばあちゃんが作ってくれた味は出せないのよでもおせきさん私は安倍川餅は好きだけどいくらおいしくたって空襲は嫌ですよかなさんの言葉に 大人も子供もうなずきながら大笑いです。